備えない防災を作る。備えない防災なのに備えないんですか。備えないそばを作るとフェイクフリー気づく。皆さんこんにちは、ユニテチャンネルです。今回は完成したばかりの黒川郡大和町もみじが丘の建て売りに来ております。この建て売りには今までの建て売りにはない新たな考え方を取り入れたということなので、今回はその話と体験をしにやってきました。よいしょ、失礼します。お邪魔します。こんにちは。お、服部さん、どうも、はい、今日はよろしくお願いします。今回は新たな考え方を取り入れた建て売りとお聞きしてるんですけれども、はい、はい、どんな考え方でしょうか。はい、今回は皆さんにお伝えしたような改めて、はい、災害についてです。はい、特に宮城県に住む私たちも防災意識は年々高まっています。はい、現在はコロナ禍なので、はいはい、避難所での密集は、避けたいですし、うん、もしも大規模災害が起きたとき、避難所の数も十分とは言えません。現在は自宅で避難ができる在宅避難が推進されています。うん、ということは自分自身で身を守る自助努力が必要ということです。でもいつ来るかわからない災害のために、住宅設備に費用をかけることは、私たちが考える人生の質を高める給与を得る住宅とは言えません。うん、確かにそうですね。それはちょっと避けたいです。防災ってなんか大事なことはすごくわかるんですけど、何していいかちょっとわからないんですが。はい、そこで私たちがたどり着いたのは、備えない防災を取り入れた建物を作ることです。備えない防災なのに備えないんですか。そうです。日常と非常時の垣根を取り払い、いつもは快適に、もしもの時は役立つアイテムを取り入れることで、いつの間にか災害への備えになっているということです。聞き慣れない言葉を使うとフェーズフリーという考え方です。フェーズフリーですか。日常と災害時という2つの局面、フェーズですね、はい、それを制限しないフリーということです。あ、なるほどですね。今回は実践しながらフェーズフリーを体験してもらって、はいはい、フェーズフリーという言葉を覚えてもらいたいです。うん、はい、わかりました。ここからは設計の皆さんから詳しく説明してもらいます。はい、今回ユニテハウスの建て売りにフェーズフリーという5つのアイデアを設定しています。はい、あ、今日の晩御飯美味しかったな。あ、大丈夫？普段は超高朝食のダウンライトとしてご利用いただいて、災害が起きて停電になった場合、非常灯付きの照明が30分以上ですね、点灯しています。うんうん、こちらですね、夜間災害になって不安な状態の時でも、あの不安になった気持ちを軽減してくれますし、避難誘導を兼ねておりますので、安全性を保ちながら避難をしていただけます。うん、普段は夜間の歩行を安全にサポートしてくれて、非常時はコンセントから外して懐中電灯としてご利用いただけます。すごい。はい、普段懐中電灯ってしまい込みがちで、うん、いざ使おうとするとなんか電池が切れてたりとか、うん、あとは探す真っ暗の中で探す手間もありますので、うん、避難動線の階段の上下に設置しまして、うん、それを持って外に逃げていただくというふうな安全性の確保を考えておりました。あ、お腹すいたな、なんか食べようかな。じゃあどん兵衛でも食べようかな。さくらちゃんは野菜ジュース。あー、なくなっちゃったな。ママ、買い物よろしくね。はい、ただいま。はい、食品や備品ストックのスペースとして普段はご利用いただいて、
賞味期限の古いものから消費して、消費した分を買い足しして常に一定量の食品を備蓄するローリングストックという考え方を取り入れてます。やはり東日本大震災の時は、スーパーやコンビニも被害が受けて食品を買いたくても買えなかったっていう経験もしておりますし、やはり物流も途絶えてしまったので、やはり何日間も在庫品で食べなきゃいけないっていう日も過ごしてきましたので、やはり推奨されているのはご家族の人数の3日分ですね、食品のストックが必要だというふうに言われております。災害時ですね、なるべく短縮して避難できるという考え方で、玄関脇に階段を設置している縦売りの方も設定してあります。2階で夜間就寝している時に災害が起きた時には、やはりそのフットライトを持ちながら最短で外に出れるというメリットを取り入れておりました。普段はデッキでバーベキューしたり、お茶したり、外で食事することの抵抗感をなくしておくと、非常時にデッキの上で例えば煮炊きしてご飯を食べなきゃいけないという時も、やはり抵抗感が少なくなります。ガレージタイプの建物ですと、雨や雪の時でもその建物に囲まれた安心感っていうところで、暮らすことができますので、災害時にご利用いただき、普段のものがやっぱり災害時に有効活用できるという考え方で5つのアイデアを取り入れておりました。ありがとうございます。はい、最後に、全てのユニティハウスに暮らす皆様が対象になるのがマイホームの活用です。普段はお客様との連絡ツールとして活用し、非常時には安否確認のツールとして活用していただけます。災害で建物被害を受けた場合は状況を迅速にご連絡いただけます。安心ですね。これは助かります。本当にもう不安な時に、私たちスタッフがしっかり、なんていうでしょう、サポートできればなと思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。この5つの考え方のうち3つ以上がユニティハウス仙台の建て売り、すべてに当てはまります。はい、建て売りご制約の方には約3万円相当の備えない防災ローリングストックセットをお付けしております。はい、おお、そうなんですね。はい、これはすべての建て売りに対象ですか。はい、すべての建て売りに対象しております。嬉しいですね。なかなか自分で防災について考えることがないので大変ありがたい。そうですね、この機会に防災の意識をですね、お客様ご自身各自がこう持っていただけたらなと思います。確かにこれをきっかけにね、はい、フェーズフリーと防災っていう意識を高めていきたいですね。今日は服部さんと尾形さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。